時刻は2時20分を回りました。4月19日金曜日 A タイム生放送でお送りしています。さてここからは名張市観光協会と週末ガイドのコーナーです。ゲストの方にお越しいただいています。とれたて名張交流館坂本さんと富森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介の方をお願いいたします。はい、とれたて名張交流館で店長をやっております坂本龍一と申します。はい、よろしくお願いいたします。スタッフの富森ゆりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めましてですね、とれたて名張交流館について教えていただけますか。はい、とれたて名張交流館、略してとれなわとれなわって言われるんですけれども、はい、平成24年の8月にオープンしまして、もう7年目を迎えております。そうですね、はい、で癒しの里を名張のように併設しておりまして、まあ、人と町をつなぐ拠点の町の駅というあまり聞き慣れない言葉ですけれども、はい、まあ、そんなところで、まあ、会員の方から地元の新鮮野菜や果物など旬の野菜が毎日入荷しており、はい、まあ、直売所、野菜の直売所がメインというような形で、思っていただいたらと思うんですけれども、まあ、地元のならではの、まあ、メーカーとか観光加工品、それから福祉施設の商品、まあ、お菓子とか工芸品など名張のうまいもの、おいしいものがたくさんありますので、たくさん、販売をさせていただいております。はい、町の駅ということで人と町をつなぐ拠点であるということなんですよね。はい、私も行ったこともあって、前の会社で取材でも行かせていただいたことがあるんですけれども、本当に地元の野菜がたくさん並んでますよね。はい、はい、毎日新鮮なものが入れていただいてますので、はいはい、ぜひ ご覧になったらと思います。はい、ちょっと先ほどちょっとお土産でいただいたんですけれども、はいはい、ちょっとこれ皆さんにも見ていただきたいと思うんですが、見てください、これもすっごいこの大きなイチゴなんですよね。はい、これは三重県で採れたイチゴなんですか。はい、名張市内で採れたイチゴです。名張市内で採れた、はい、会員さんが出していただいてるんです。はい、はい、すごい、もうどれくらいの大きさですか。指1本分ぐらいの大きな、ね、はい、一口に入るか入らないね、はい、一口では絶対入らないくらいの大きな立派なイチゴですけれども、はい、まあ、こういった名張で採れた美味しい野菜ですとか、はい、果物が並んでいるということなんですよね。はい、はい、とっても美味しそうでいい香りがしています。はい、ありがとうございます。そんな通称とれなわではですね、4月19日今日から春の感謝祭が行われているんですよね。はい、はい、今日から、4月19日今日からですね、4月の21日の日曜日までの3日間ですが、春の感謝祭開催しております。はい、こちらイベントとして、商品お買い上げで1ポイント、通常は、ポイントカード1000円で1つ押させていただいているんですけれども、期間中は1000円以下でも1つ押させていただけます。とあと1000円以上お買い上げの方はポイントが2倍になります。はい、と、あとお子様のイベントもやっておりまして、お菓子のつかみ取りをしております。ボックスの中に飴やチョコレート、クッキーなどが入っていますので、それを片手でつかめた分プレゼントさせていただいています。うん、また、こちら小学生、6年生までは無料なんですけれども、中学生以上の方も1回100円でしていただけますので、うん、大人の方も参加していただけます。と、前回させていただいたイベントの第2弾になるんですけども、はい、お年玉年賀はがきのくじ番号で記念品プレゼントというものもしております。と今年届いた年賀状のくじ番号の下2桁、10番と78番をお持ちくださいますと、はい、先着30名様に記念品をプレゼントさせていただいています。はい、あと20日限定、明日限定にはなるんですが、ワークショップも開催いたします。こちらは野菜のスタンプでオリジナルポストカードを伝って作っていただけるイベントになっています。いつも食べているいろんな野菜で自由にスタンプを押してもらい、オリジナルのポストカードを作っていただけます。ご希望の方には作品をラミネート加工することもできますので、もしされる方は写真など一緒に持ってきていただければラミネートさせていただきます。はい、こちらは、明日に20日ですね、10時半から11時30分と、お昼の11時30分から2時半までの2回開催しております。はい、で各回ともに50名様限定で、参加費は無料となっておりますので、皆様ご参加ください。とこちらもう一つ明日限定のイベントがございまして、1000以上お買い上げの方にサイコロを転がしていただいて、はい、出た目の色で、うん、トレナバのお買い物券を申請させていただきます。すごい。
いいものたくさんあるんですね、はい、イベント盛りだくさんということなんですけれども、ちょっと、たくさんありますので整理していきましょうか。4月19日今日からですね3日間、金土日、この金土日の3日間のイベント、春の感謝祭が行われているということです。商品のおかげで1ポイントつきますということで、こういったポイントは 毎回やられてるんですか？そうですね、イベントの時はこういうポイントアップ、うん、キャンペーンみたいなものをさせていただいてます、はい、皆さんの反応とかはいかがですか？やっぱり通常1000円で1ポイントのところを、はい、1000円以下、まあ、100円のものでも1つ押させていただけるので、かなりお得なイベントになっていると思います。そうですよね、はい、かなりお得ですよね。でお菓子のつかみ取りは子どもたちがチャレンジできると思いますけれども、はい、それはあの今回初めてですか？ですね、去年かな、はい、もさせていただいたんですけど、その時は飴玉だけだったんですけど、はい、今回はちょっとデラックスにチョコレートやクッキー等も入っておりますので、はいはい、ぜひぜひご参加ください。これは嬉しいですね、お子さんたち。ここそうです ね、はい、自分たちのおやつがたくさん増えるチャンスですけれども、小学校の6年生までは無料で、中学生以上は100円、1回100円で参加できるということですけど、はい、なんかコツありますか？そうですね、もう遠慮なく行ってもらった方がいいと思いますね。なるほど、どうしよう、ちょっとじゃあ、あれかなと思わず、もう思いっきりガスッと行ってると結構大人の方でもね、はい、取っていただけるので楽しいと思います。あ、そうなんですか、はい、これお子様だけじゃなくて、はい、大人も1回100円でじゃあ、はい、できますので、じゃあお子様も大人も楽しめるわけですね、はい、いやそれはいいなと思うんですけれども、でそして、第2弾のお年玉年賀はがきのくじ番号でプレゼントっていうことですけれども、はい、これはどういった商品とかがあったりするんでしょうか？これも来ていただいてのお楽しみになりますので。そうか、じゃあ、はい、行ったら分かるということなんですかね？そうですね、あの年賀状持ってきていただいて確認が取れましたら、はい、あのプレゼントと交換させていただきます、はい、その、番号というのは、そちらにお店に店舗に貼ってたりするんですかね？はい、あの大きく掲示してますし、はい、今言わせていただいてもよろしいですかね？はい、大丈夫です。はい、下2桁が10番と、78番になります。下2桁が10番と78番の方はプレゼントをいただけるということで、はいはい、ただし先着は30名様ということですので、はい、10番78番の方は早めに行った方がいいですね。そうですね、はい、もう今日も朝から見えてる方がありますので。そうなんですか、はいはい、それはでは急いでいかないといけないですね、はい。そしてワークショップも開催されるということで、こちらすごく楽しそうですね。そうですね、こちらちょっと簡単なあの作業にはなるんですけども、はい、とても楽しい、うん、あのワークショップになっていると思います。はい、場所はどちらでされるんですか？場所はトレーナバのお店の前にあの特設のテントができますので、はい、そちらでさせていただきます。あ、じゃあ明日はねお天気もいいようですので、とてもねいいお天気の中で、ね、楽しみですね、できそうですよね、はい。これは大人も子供もできるんですか？はい、あのこちらは誰でも参加していただけます、はい、ご家族で参加していただいてもよろしいですし、うん、ちょっと小さなお子様はお母様とかと一緒に来ていただいても全然大丈夫です。あ、じゃあ家族みんなで楽しめますよね、はい。でこのワークショップはですね、この明日4月20日土曜日の10時30分からと13時30分からの2回各回50名様参加できるということなんですけれども、はい、5月のゴールデンウィークにも開催される予定なんですよね。はい、5月のワークショップはちょっとまた、作るものが変わるんですけども、はい、こちらはオリジナルトートバッグを作っていただけるワークショップになります。でこちら5月の11日の土曜日、はい、こちらも2回開催されまして、はい、1回目が、朝の10時から10時半、はい、じゃあ11時30分、ね、はい、2回目が、午後1時から2時半の間になります、はい。でこちらちょっと、参加定員が少なくなってしまうんですけれども、各回20名様になります、はい、とこの回はちょっと参加費もいただくような形になるんですが、300円で、ワークショップ参加していただけます、うん、300円でじゃあのトートバッグが作れるということなんですね。そうですね、はい、わすごいお得ですねこれはね。そうですね、うん、あと、まあ、あの母の日も近いので作っていただいたバッグを、あのラッピングしてさせていただきますので、うん、母の日のプレゼントにしていただくこともできます。あ、それは素敵なイベントですね。これは絶対お母さん喜ばれると思います。はい、そんなイベントが5月の11日の土曜日にも行われるということです、はい。そして、4月28日はですね、鮮魚の販売が行われるんですよね。はい、はい、はい、今あの
まだちょっと不定期なんですけれども、はい、鳥羽の海で獲れた新鮮な魚をですね、はい、持ってきていただいておりまして、まあ、昼からになる、午後からになるんですけど、2時から3時半までということで、はい、4月28日の2時から3時半まで、トレナバの お店の前で、はい、させていただきます、まあ、入荷する魚はですね、はい、その日の天候、その前の日の天候なんかによって変動するんですけれども、はい、あの美味しいお刺身とか、あの干物とか、それから、はい、あの海藻類のなんかいろいろ取り揃えていただいておりますので、ぜひさあの来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、この鮮魚の販売は、はい、毎月やっておられるんですか？はい、毎月やっております。はい、うんうん、いいですね。やっぱり鮮魚の販売というのは皆さん待ち望んでいらっしゃるんだと思うんですけれども、はい、やっぱり買いに来られる方のやっぱり反応とかはいいんじゃないですか？はい、あの天気が悪いとですね、今日も本当に来るのっていうようなことでおっしゃるんですけども、はいはい、まあ、鳥羽から来ますので、はい、あ、そうか、2時間ぐらいかかるんですけども、はい、来ていただきますのでということで、はい、あのまた、5月にも、はい、5月の12日日曜日と26日の日曜日、はい、それぞれ、昼から午後2時から3時半までということで、はい、予定しておりますので、それもまた、一緒に、ご連絡させていただきたいと思います。はい、坂本さんもあの その見た魚とかを見て、はいはい、すごいなと思うものとかもあったりします？あの、ね、前にね、ブリの短冊を買いまして、はい、で家に持って帰って、ブリの短冊、はいはい、あのすごく美味しくて、はい、あの本当にこうなかなかその普通 あの魚屋さんでは買えないような新鮮な、本当に美味しくいただきました。それ素敵ですね、はい、そのあたりの、ね、スーパーとかで買えない、そうですね、あとね、青さとかね、はい、メカブの海藻とかね、はい、あの結構こうボリュームがありますんでね、はい、もうだから買っていただいて絶対損はないと思います。そうですよね、はい、青さとかは生で来るってことですよね、はい、そうです、生で来ます、はい、乾燥のものばかり食べてる方多いと思うんですけど、そうですね、はい、もうちょっともうメカブはシーズンがもうほぼ終わりかなっていうふうに言ってみれたんですけども、はいはい、あのお味噌汁に入れてもらうとかね、はい、結構たあの美味しくいただいてもらえると思います、ね、はい、旬な美味しいもう海の幸をそこで存分ね、いただけるってことですね、はい、一夜干しの、ね、お魚もありますしね、はい、いろいろ取り揃えてもらってますので、それが鳥羽から名張まで2時間かけて、はい、来てくださるということなんですね、これでしたら来てくれますので、いいですね、はい、本当に新鮮なんでしょうね、はいはい、まあ新鮮ということで、まあ、その日の天候によって、はい、お魚の入荷も異なりますし、はい、あの天候が悪かったりとかするときは急遽中止になる場合もあるということですよね、はいはい、富森さんもあのお魚とかは？そうですね、私もたまに買わしてもらうんですけども、はい、この前買わしてもらったのが生牡蠣を買わしてもらって、はい、私甥っ子が牡蠣がすごく大好きで、はい、姉のところに持って行ったら、うん、すごい喜んでくれました、喜ばれますよね、それね、はい、私の口に入る間もなく、はい、なくなってました食べられなかった。それだけ本当に美味しかったんでしょうね。そうですね、それはそれは喜んでもらってよかったですよね、はい、さあそんな取れたてなばり交流館なんですけれども、リニューアルオープンされたということなんですよね、はい、しかも今日なんですよね、はいはい、実はいつもですね、はい、水曜日がポイント2倍デーということで、昨日が水曜日だったので、その日にですね、するわけにいきませんので、うん、昨日営業終わって6時からですね、はい、急遽、はい、模様替えをさせていただきました、まあ、今までですね、店内がその工芸品と食料品がですね、ちょっと まあ、ごちゃごちゃになるっていうか、うん、ちょっとこうなかなかお買い物来ていただいた方にですね、見ていただきにくい部分になりましたので、はい、まあ、それをですね、ちょっとこう整理をして、工芸品コーナー、それから、福祉、団体のコーナー、はい、それから加工品のコーナー、はい、それから伊賀産品のコーナーという形で、はい、こうまあ、固め、トレナバの店内の片面ですけれども、整理をして、まあ、より商品を見やすく、それからお買い物に回りやすくさせていただいたつもりで、まあ、それが目的でさせていただきました、はい、あ、とってもじゃあ見やすくお買い物ができるようになったということですね。5年ぶりぐらいって聞いてるんですけども、はい、それぐらいに、まあ、やりましたので、いいですね、まあ、はい、それから、まあ、真ん中にですね、スタッフのおすすめコーナーというものを新設しまして、はい、まあ、今まで以上にその旬のものをですね、なばりの旬の野菜なりいろんなものをですね、魅力を感じていただけるように
してますので、まあ、店に入ったらもうそこをパッと見ていただいたら今これが旬だなというのを分かっていただけるというような形に、させていただいております。うわ、とってもいいですね、はい、スタッフさんのおすすめのコーナーも新しく作られたということで、はい、まあ、パッと見たらこれがいいんだな、今おすすめされてるんだな、分かるということに、はい、まあ、リニューアルされたということですよね、はい、これは本当に行きたくなるんですけれども、坂本さんから聞いている方にぜひメッセージの方頂戴できますでしょうか。はい、毎日ですね、新鮮な野菜が入ってるわけですけれども、いろいろですね、こうじっくり見ていただきますといろんなこう変わったものといいますか、うん、その旬のものが入ってますので、はい、見落とされる場合もあるんですけれどもまあ今でしたら特に山菜類ですね、はい、こごみ、それからタラの芽、それからわらび、それから、その辺ですね、うん、そこらがですね、はい、結構入っておりますので、で今年はですね、はい、ちょっとイノシシ君にですね、はい、ちょっと、劣勢をとっておりまして、タケノコがなかなか入荷してこないので、でね、ちょっとね少なくてね、はい、申し訳ないんですけれども、タケノコもねタイミングよく予約をしていただきますとですね、はい、十分手に入るようになりますので、はい、そんな形で、ぜひ、トレンドマンの方に来ていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。坂本さんからもあやさんメッセージ頂戴しました。そして鳥森さんもメッセージいただけますか。はい、とれたてなばり交流館は今までFacebook のページでいろいろ情報発信をさせていただいてたんですけれども、はい、つい最近インスタグラムの方も解説 させていただきました。インスタグラムですと割とリアルタイムな情報が発信できるかと思いますので、ぜひ皆様見てみてください。はい、ちょっとね入荷情報とかもそれを見て覗けばちょっと分かる時もあったり、おすすめの商品とかもアップさせていただいてますし、うん、はい、そのイベントの詳細とかも載ってますので、はい、ぜひご覧ください。はい、ということですので Facebook ですとか Instagram でも、トレナマの情報が発信されているということですので、皆様ぜひそちらの方も覗いてみてはいかがでしょうか。そしてお店の方もですね、行ってみて新しい商品が入っていたり新鮮なものもたくさんあるということですので、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。トレナマで行われる春の感謝祭、4月19日今日から21日金土日の3日間イベントが開かれています。そして、明日土曜日にはですねワークショップも開催されますので、ぜひ皆さんこちらの方に集まってみてはいかがでしょうか。かわいいかわいいオリジナルのポストカードが作れるようです。さあ今日は取れたてなばり交流館の坂本さんと富森さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。お待ちしております。ありがとうございました。